MTV マイニュービー会会、パリス・ヒルトンのベストフレンドを探せ、は、MTV のリアリティ番組。番組名の BFF は、ベストフレンズフォーエバーの略語であり、とても仲の良い親友を意味する若者言葉である。18人の候補者が、同居生活を通して、ファッション、パーティーその他様々なことを、パリス・ヒルトンから学び、パリスの親友になるための誠実さ、忍耐力、 駆け引きの能力などを競い合う。そのメンバーの中から毎回数名の脱落者がパリスによって選ばれ、最終的に残った一人がパリスの親友になることができる。2008年9月30日にアメリカで放送開始16人の女性と二人の男性、計18人、パリスのが新しい親友を目指して競い合った。最終回の12月2日放送会において、 ブリタニー・フリッキンガーが BFF となることが発表された。しかし実際に二人の友情は長くは続かず、たった数ヶ月で親友関係は終わった。候補者一覧シーズン一勝者のブリタニー・フリッキンガー、脱落者と脱落した理由 A 黒板はパリヒルトン S ・ブリティッシュ・ベスト・フレンドのタイトルで ITV 2で2009年1月29日に放送開始された。 番組の宣伝は、アメリカのシーズン1の出演者である、ブリタニー、オンチ、キキ、シス数を伴って行われた。ありがとうございます。